女に平気でドロップキックを食らわせるようなクズよ、クズ。クズマ、クズマ、クズマ。カズマさん。あ、はい。私、カズマさんの子供が欲しい。ルノです、ユンユン。これがどんな男が知っているのか。いるのか。私とカズマさんが子供を作らないと世界が、魔王が。俺とユンユンが子作りすれば、魔王がどうにかなり世界が救われるって言うんだな。困ってる人の頼みを断るわけがないじゃないか。関係ない奴が口出ししてくるんじゃねえよ。逆ギレ。ユンユンとお付き合い的なこと始めるからって焼いてんの。だったら素直にそういうこのチャンデラどもが。ザチャですけど、お父さんから手紙が。コウマの里が魔王軍に蹂躙されているそうです。それはコウマ族唯一の生き残りユンユン手出しの町で、ある男と出会うことになる。頼りなく何の力もないその男こそが彼女の伴侶となる相手であった。俺たちの子供が魔王。カズマの子供が大きくなるまで待てって言うの。3年くらいでまからない。わかった、そういうことなら任せとけ。世界のためだ、仕方ない。コウマ族英雄伝第一章、著者アルエ。アルエのバカ。アルエというのは作家を目指してる里の同級生です。ユンユンはこれから俺とユンユンが甘酸っぱい関係になるんだろ。ならない。めぐみもなぜそんなに落ち着いているんだ。家族や同級生が心配ではないのか。そうだわ。すみませんでした。今からコウマの里に、その里には友達が。はっきり友達と言い切れない仲なのだろうか。